ははいこんにちはレトスノーです今回は令和5年の問6の問題ですね実際私がどうやって解いていくのかというものをこのホワイトボードを使いながら解説していきますでいつもはもうホワイトボードに図とか書いてあるんですけれども、まあ、実際どのように図紙をしていくのか、まあ、こういったところもお見せした方のが まあお客さんとしては分かりやすいのかなどうやって解いていくのかなどうやって図書いていくのかなそういった疑問をお持ちの方もいると思うので、まあ、今回はもうホワイトボード真っさらな状態から実際に本試験の時にどうやって図示するかみたいなところも含めて解説していこうと思います弊社レトスっていうのは個別指導を行っております、まあ、実際、卓研試験っていうのは理解学習ができたら1回で合格できる資格なんですねでも多くの方が理解をせずに とりあえず答えを丸暗記する先生が言っている内容を丸暗記する教材に書いてある内容を丸暗記するそういった勉強をやっちゃうんですねで、それだと結局丸暗記学習になって本試験で緊張して頭が真っ白になって間違ってしまうんですね一方理解学習をしている方っていうのは頭が真っ白になったとしても問題文から答えを導くことができるんですよまあ、実際これからお伝えする内容もこの問題文を使って答えを導いていきます なのでこのでこ理解学習をこの問題使いながら体験していただければなと思いますではまず問題文読ませていただきますではまず問題文読ませていただきます A 所有の公土地について B が所有の意思を持って平穏にかつ公然と自公取得に必要な期間占有を継続した場合に関する次の規律のうち民法の規定及び判例によれば正しいものはいくつあるかでまず A からいきますね A が B に対して 公土地を売却し C が所有権移転登記を備えた後に B の取得事項が完成した場合には B は登記を備えていなくても公土地のの所有権の事項取得を C に対抗すするることとがでできる丸かかという問題ですでまず問題文の一番最初 A 所有の甲土地について B が所有の意思を持って占有を継続した場合って書いてあるのでまず B が占有者ってことですよね。 で、まあ、A がまあ元々の所有者なんだということですで。取得事項の対抗関係の問題っていうのはもう時系列書いた方が分かりやすいんですよ。なので時系列を書いて解いていきます。まず A からいきますね。A が C に対して公土地を売却し、C が所有権移転登記を備えた後に B の取得事項が完成した場合と書いてあります。つまり A が C に売却します。 C が登記備えますその後 B の取得事項が完成しているわけですよねなので時系列を書くと A から C への売却が先その後 B が自己取得するっていう流れなんですよ、まあ、そもそも B が占有しているのはもっと前ですよね昔から B は占有しているわけですまず B が占有してで続いて売却 これ A から C ですね。A から C にこう売却しますよと。で、ここでも登記は備えているんですね。こう、登記しているよ。私、登記している場合っていうのは、この丸を書くんですよ。登記をした人、登記を備えた人に丸を書く癖があるので、まあ、これもまあ真似してもいいかなと思います。で、その後、B の取得事項が完成ですね。つまり、ここで B が、事項完成しますよっていう話なんですよ。 で、この場合、物件、つまり所有権はどのように動いているかを考えるんです。もともと土地があって、これは A さんの土地なわけですよね。A さんの土地で、A さんの土地を B が占有していました。で、A さんがその占有している状態で C に売却しました。で、移転登記しました。で、これで所有権は C に移っているわけです。この土地の所有権は C です。で、自己を完成した。ということは、 これによって所有権は C から B に移るんですね。これ二重譲渡じゃないですよ二重譲渡っていうのはこっから A から B に所有権が移る場合この場合は二重譲渡になるんですけれども所有権は A から B に移っているのではなくて C から B に移っているんですよなぜなら B さんが占有しているこの土地がありましたこの土地はもともと A さんの土地なんですよね A さんの土地を私 B さんがずっと占有していて占有している途中にこの土地の所有権が A から C に変わるわけですでそうすると B さんからすると次は C さん所有の土地を B さんが占有してるわけですよねでその後 B さんが取得事項を完成するわけですってことは所有権が次は C から B に移るわけなんですねつまり C さんと B さんの関係でいうと第三者の関係ではなくてこれ当事者なんですよ 自己取得に関して当事者なんですねつまり B さんは登記をしなくてても C さんんに勝てるんですなので問題文を見ると B は登記を備えていなくても高土地の所有権の自公取得を C に対抗することができる○か×かなのでこれは丸ということになりますで今考え方をお伝えしたんですけどももう一つ実は考え方があるんですねでもう一つの考え方、まあ、答えの導き方については 個別指導で解説させていただきます、まあ、そっちの方が私はスッキリするかなと思うんですけれども、まあ、今お伝えした考え方で分かるというのであれば、まあ、この考え方でも全然問題ございません。で続いて、e、に行きます B の取得事項が完成した後に A が D に対して高土地を売却し D が所有権移転登記を備え B が D の登記の日から所有の意思を持って平穏にかつ 公然と自効取得に必要な期間専有継続した場合って書いてありますねこれちょっとどういう状況なのか時系列を書いていきますいい、e、ですねいい、e、があってまず、まあ、B が占有するっていうのはこれ同じですよねまずちょっとここ省略しましょうか B が A の土地を占有してますよっていうのはここにありますで続いて時効完成した後に A が D に対して土地を売却しているわけなので B 自己完成します、まあ、これによって所有権が A から B に移りますでその後 A が D に売却しているわけですよね売却これによってこれ A が D に売却しているわけだから所有権は A から D なんですよこれ OK ですね で、その後、B が、D の登記の日。これ、こう、登記してるわけですね。ここ、D、登記しました。ここから、時効取得に必要な期間、専有を継続したということなので、こっからまた継続してるんですよ。占有を。B さんが。B さんが、引き続きずっと占有して、で、ここで、また時効完成するわけですね。取得事項に必要な期間、占有を継続したということは、ここでまた、 B さん自己完成ですよと。ということはあと考え方は一緒でこの時点で所有権が D から B に移るということですよね。ということは B さんは D さんに登記なくして所有権を対抗することができるということなので問題文見ると B が登記を備えていなくても でに対抗することができるって書いてあるのでこれは正しいですねなので E も正しいと、まあ、いうことになりますで続いて「う」ですね「う」に入る前にちょっとホワイトボード書ききれないかもしれないので一度消しましたここから「う」に入っていきます B の取得事項完成後 B への所有権移転登記がなされないまま E が A を債務者として公土地に A から定当権の設定を受けて 定等権設定登記をした場合においてと書いてありますね。ちょっとここまでで一旦ストップしておきます。まず、B の取得事項が完成してます。なので、まあ、まず B が占有ですよね。A 所有の土地を B が占有している。で、時効完成する。ということは、所有権が A から B に移る。 その後、B への登記がなされないまま、つまり、A 名義のまんまなんですね、この土地は。A 名義のまんまで、E が A を債務者として、この土地に A から定当権の設定を受け、定当権設定登記をしたということなので、E さんが定当権設定登記をしたと、まあ、いうことですねで。しかもこれ、登記を備えているという状況です。で、その後、B がその後、 引き続き所有の意思を持って平穏に勝つ公然と時効取得に必要な期間占有を継続したということなのでここからまた B さんは一定期間占有しましたまあ10年か20年ですね占有してまた B さん時効完成したと。ということはここの所有権 A 名義になっているんですけれどもまた B さんがここで所有権取っちゃうわけですよね。 自己完成することによって。で、自己完成して所有権を取ると、この土地についている定当権含めて、それ以外の権利全部飛んじゃうんですよ。飛んじゃうっていうのは消滅しちゃうんですね。つまり、こう、自己完成によって取得すると、まっさらな所有権を取得できるんです。つまり、B さんはこの高土地の所有権を取得し、E の定当権は消滅するっていうのは正しいということなんですね。で、もし、この B さん、 時効完成これなかったと仮定しますそうするとどうなるかっていうと E さんが勝つんですね。これがない状況ですよ。ない状況であれば一旦は A から B に所有権移ります。移るけれども A さんは E さんに対して定等権設定登記をしているわけなので B さんと E さんというのは対抗関係になるんですよ。 A から B に所有権は移る登記をしないまんま E さんがこの土地に対して定当権設定登記をしたとなるとこれは第三者お互い第三者の関係になるので登記をしている E さん勝つんですけれどもその後今回の問題は B さんが引き続き占有を続けて自己完成しているわけなのでこの土地に設定している定当権は吹っ飛びますよと B さんはまっさらなこの土地の所有権を取得できますよ っていう話です。まあこれらあーからうすて解説したんですけども、内容的にはそれほど難しくない基本的な問題なんですね。ただこれ本試験になると頭が真っ白になって、あ、どうなのどうだろうってなっちゃうんですよ。でもちゃんと理解学習をしていれば、問題文からこう答えて導けるわけですよ。問題文に状況書いてあるし、その状況を図示していけば当然に答えて導けるんですよね。でも多くの方が答えを丸暗記したりするわけです。 ポイントだけを丸暗記する。そうすると問題文の状況を理解できなくて問題文勘違いをしたりしてで結果的に失点につながるってなっちゃうんですね、まあ、そうならないためにも日頃から是非ですね、理解学習を実践していいただければと思います。理解学習ができれば1回で卓球試験合格できますんでもし次の試験であなたが絶対合格したいというのであれば個別指導をご検討ください。 個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらご確認いただければと思います。あなたの受講をお待ちしております。卓研合格目指して一緒に頑張っていきましょう。